はい、どうもたけしです。ぼくんです。いやフィジークさんにごめんなさいしやなあかんかもしれない。マジか。というのもですよ、はい、先日カーボンのソールのあったやん、ビンディングのね。そうだ。でそっからまあ4回ほど買ってから乗りました。4回ね、うん、はい。だいぶ気ぃつけては乗ってんねやね。まあまあ新しいシューズやからね。そうそうそう、乗ってんねやけど、はい、こんなことに4回でしょ。もう3年乗った靴の感じ出てるでだいぶ気ぃつけてんだよ。もうできるだけもうこの底面には傷つきやんとこって。はい、それがこんなことになっちゃった。これ早すぎたのかもしれない。カーボンソールが、まだお前は樹脂で、樹脂でいけといけっていう。だって俺のはありますけど、そこまでいかないですからね。めっちゃ綺麗よねやっぱり、うん。まあ、クリートはねしょうがないとは思うんですけど、うん、なんこれ。で主なこの傷のつく原因としてはですね、はい、まあ一発目はこの縁石に足かけようと思った時に、あ、止まった時ね、止まった時に縁石に足かけようと思った時にここでガリってんねん、ガリ、はい、うん、ここをつけるつもりがなんかチュルンって滑ってズリズリズリ。あ、まあまあまあありますよね。 その他まだある、まだある。ビンディングはめる時に、うん、はめようと思ってこうチュルンって滑って、あ、ガチャガチャしちゃうやつね。そう、はいはいはい。あとはね、砂利の上歩いた時に砂利がこうメリメリって埋まった時にここまで意識して、砂利はしゃあないんじゃん。砂利はしゃあない。でもやっぱり左足多いな。だからクリートの付け外しがやっぱり多いから、傷のあれで多いんじゃん。そう、ほんで僕いまだに立ち動けしそうになるんで、あ、はいはい、すぐビンディング外すちゃうのよ。あ、外してんな。カッチャカチャカッチャカチャやってるやってる。もうカーブの時でも怖いから、低速のカーブですごい外すよね。いやだからこのカーボンビンディング買おうかなって思ってる人、はい、まあ買ってもいいんやけど、うん、まずは自分のこのビンディングの裏をですね、そうやな、この傷ついてもいいという人限定か。買ったらいいけど、綺麗なのが気になる人は、そうそうそう、これやっぱりカーボンやから割れるよ、まあ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 、いつかこんな傷入れまくってたら、そうやな、このペースでいくとちょっと怪しいよね。怪しいやん。だから買い替える前に自分のこのビンディングの裏をこう写メして、はい、1ヶ月間乗って、で裏のこの傷が増えてないかね。そうやね。確認してから、してから傷つけれないようになってから、そうそうそう、乗った方がいいかもわからんという、だから、これだから、うん、安易にお勧めしてはいけないかもしれない案件になってきましたね、これ。だからこの間はカーボンビンディングいいよの動画やってないけど、言いましたよ。だから今回はカーボンビンディングを買い替えるタイミングということで、あ、それも一個一石投じる。いいんじゃないですかこれ。そう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 、でも大事ですよね、物を綺麗に使いたい人はこんなことになっちゃうとちょっとモチベーションが下がっちゃうかもわかんないですね。もうね、もう俺持って帰ってきて裏見んのがもう先怖いんよ。だからそれちょっとかわいそうやな。そんな思いするんやったらちょっとってなるもんな。そうそうそう、うん、いや結構これいい視点なんじゃないですか。いやほんまにこれ、うん、まあでもソールにコーティングとかあるんかな。あー、だ見た感じこれでもシディさん、これたけしの、たけしのこれワイヤーっていうモデルなんですけど、これ最上級グレードなんですよ一応。当時ね、当時上か2番目ぐらいやったから、うん、これね、フィジークさん、これ僕の多分ハイエンドではないらしいんですよ、はい、調べてないからちょっとわからない、はいはい、だけどこのコーティング感が全然ちゃうよ、ツヤ、まああえてのマットなんかもしれんけどな。だけどこの薄い気するよね、なんか1枚目の、まあ、それはあるね。シディさんの方がこの透明のクリア層がかなりごっつい気するんだよな、うん、その辺もあるんかもしれんな。まあな、うん、まあイタリアやからね、イタリア。イタリー推しやん。イタリーやから。メイドインイタリー。イタリア。メイドインチャイナ。チャイナやから。じゃあ。フィジークさんや。まあだから、もう一個上のグレードとかなってきたらまた変わってくる。そうやな。それはあるかもわからんね、うん。
もうペリペリやん、もう。もうな、なんかもう日焼けの後のペリってめくれる皮みたいな。まあでも、とはいえですよ、マジックテープと、うん、普通の樹脂やった人が、はい、これ乗った時の感動ったらないんで。まあ確かにその感動もすごいからね。そう、感動すごいんで、まあ一概に言えませんけどね、天秤にかけて。あ、そうそうそう、そこを天秤にかけてね、どっちの感動を取るかっていう話や。そう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 、だからまあどうやろうな。だって俺まだまあこれ、まあこれでもっていうか3万2000円ぐらいなんです、はい、多分それをこれ3回4回のライドでこんな風にしてまうのはちょっとね、やっぱり精神的に良くないから。だからもうこれ以上上のグレードはでも買わん方がええかもな、初心者の人は。そうやな、高すぎ。まあまあ難しいけどな。これいくらな、これ。定価自体は多分4万ちょいぐらい。ああ、4万ちょいで買って、これはなきついもんあるな。だから一回売ってもやっぱりちょっと、まあ入門、まあカーボンの入門、いや、まあ買い求めやすいものこちらを選んでいくのがまあ精神衛生上いいと思うかな。っていうのでね、これ。なるほどな。あ、もうきつ、痛いねんこれ。これ痛いねんな。座り心地ええんかなと思ったらもうゴリゴリすんごいこれ。スノも折れて、これ、B4C さんも来た方がいいんですから。え、 B4C さん来てた。あ、ちなみにこの公園話変わりますけど、はい、B4C さんあそこのゴリラと一緒に写真撮ってます。はい、まあそんな脱線しましたけどチェーン外れましたけど直しつつ、こ、うん、んなとこですか。あ、まあそうやね。いや思ったよ、これ買ってみて、はい、うん、こんな落とし穴。じゃあまあその辺も気ぃつけましょう。気ぃつけてるよ。気ぃつけてこれない、これ以上これ以上増やさんようにしよう。増やさんように。うんうん、だから、この後、一応またね、企画で乗りますけど。行くよ。ちょっと寒いから。そうやね。早よ行きたいね、うん、俺。ちゅうわけでね、樹脂ビンディングからカーボンビンディングへ買い替えるべきタイミングのお話でした。うん、いい話でした。ありがとうございました。先生。じゃあ今日この辺で。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい。あー、暇だなー、どっかにいい子いないかなー。あー、なんだかいい天気なのに走りにも行けなくていじけちゃうなー。いい人いないかなー。こんなとこにいい子なんていねーよなー。ん？ちょっと待てよ、あれウィリエールじゃね。